ゼルへ急げ。パーティーはもう始まってるようだ。了解、気をつけろ。240ブラボーに奴らを攻撃させろ。左翼の配置を隣にして対応するんだ。大佐、現在の状況は。あそこを抑えれば有利になるぞ。グッゾ、ホワイトハウスにはまだ電力がある。つまり中央司令部の話す方法はまだあるってことだ。あそこを取り返せればな。貴様の乱闘は左翼に展開しろ。こいつを聞きましたか。だからドアに行けと言ったのか。急げ。了解。消されるまで2分とないぞ。
と90秒モスクワにはいつ行くんだ。すぐってわけにはいかないが、着いたらまた焼き尽くさなきゃならん。そうだな、その時が来たらな。その時まで。一週間ご苦労だった。我々の損害は予想以上だ。だが我々は立ち直るのだ。私は全権を委任された。マカロフの始末に全力を尽くす。世界が何と言おうと、我々は野蛮人ではない。民間人は殺さん。いいな。この事態の陰にいる邪悪な男を光のもとに引きずり出してやる。その男の正体を暴いたら、我々の手で歴史を知るぞ。ここがマカロフとその一党の最後の隠れ場所だ。二箇所を同時に叩くってことだな。不可能か。141以外にはな。どちらかがマカロフの死に場所になるってことだ。プライス隊、ロージと俺に隠れ家襲撃の許可を。いいだろう。ソープと俺はアフガニスタンだ。よろしい。あいつの逃げ道を完全に塞ぐぞ。この戦いに終わりを告げる。妙だな。戦争は昨日終わらせたと思ったが。スナイパーが配信についた。突入部隊前、マカロフを仕留める。了解。よし、了解。さあ行くぞ。報告する。
マカロフは見当たらない。繰り返す、マカロフは見当たらない。他には誰も家を出てないぞ。あのトラックはおとりだ。オーバー。了解、住居に向かう。オゾン、12時方向に敵に周囲を確保しろ。隠れ家に突入して制圧しろ。行け。写真だ。了解。シェパード、こちらゴースト。マカロフは見当たらない。繰り返す、マカロフは見当たらない。プライス、そっちはどうだ。なんて勝った。50人はいるがマカロフは見当たらない。役立たずの情報部ね。だがこれで情報の質が変わるな。この隠れ家は宝の山だ。了解だ、ゴースト。チームに奴らの計画に関する情報をかき集めさせろ。名前に連絡先、住所も何もかもだ。お任せを。マカロフはどこへも逃がしません。その調子だ。5分で回収部隊を向かわせる。情報を入手しろ。シェパードアウト。ロチ、マカロフのパソコンから転送を開始しろ。お前は後ろだ、オゾン。前は俺が守る。行け。行くぞ。タスクフォース、こちらプレイス。マカロフの兵隊がまた墓場にやってきた。ソープ、援護しろ。あいつの無線を奪って通信を傍受する。今
今から数分間通信を切る。ロシアでの健闘を祈る。プライスアウト。ローチ、地下に武器庫がある。今のうちに弾薬を補充しておけ。奴らも簡単には情報を持ち帰らせてはくれまい。データ転送が終わるまで DSM を死守すると。武器庫で弾薬を補充してクレイモアを設置しろ。ディフェンス重視で行くぞ。戦闘準備だ。位置についた。家の西側からまた敵が来る。奴らはボート小屋のそばだ。西側を見張れ。ダイニングの窓際に240と RPG、 それと L86 マシンガンがあるぞ。了解。奴らが森から出てきたところを仕留めろ。南西から RPG 部隊が来るぞ。了解。第一狙撃班から突入班へ。気をつけろ。北西と南東から敵のヘリが接近中だ。15秒で敵のヘリが到着する。了解。15秒だ。
転送完了だ。正面を俺に任せて、お前は DSM を頼む。ルーレー3のそばに敵が隠れてる。見えたぞ。こちらシェパード、もうすぐ着陸地点だ。そっちの状況は？着陸地点向かう。行くぞ、ロジ。8時方向に目標。撃てない、視界から消えた。持ってるのか？ここにあります。よし、一つ片